シンスナドウの虎、シンシドーングタイガー、S タイガーは大韓民国の作曲家、音楽プロデューサーである。本名はイホヤン。2005年よりザ・ジャデュの、にて作曲家デビューした。1983年6月3日、継承北道歩行士で生まれる。本名はイホヤン。中学生の時から音楽に傾倒し、高校生の頃、歌手志望生で活動。 SM エンターテイメント、YG エンターテイメント、JYP エンターテイメントの各オーディションに合格した。2004年頃より作曲活動を始め、2005年にザ・ジャディューのホースアルバムにて男と女を作曲し、作曲家としてデビューした。デビュー作ではダンス曲のメロディーとリズムをユニークに作り出しているとの評価を受けた。エレクトロニックダンスの曲を 主に作曲している。2011年末にはトラブルメーカーのトラブルメーカーを作曲した。口笛が入っており、すっきりと整頓されたビットも入っているクラブ音楽だった。2011年末にはティアラのラビーダビーを作曲した。この曲は2011年の終わり、ヨーロッパやアメリカで流行しているクラブ音楽にエレクトロニックサウンドと強いビートが加味された音楽だった。 とは彼がネットゲームを行う際に使用した ID に由来する。当時のネット ID は自分の住んでいる場所の地名と自身のニックネームを付けるのがトレンドであったため、彼が当時住んでいた新スナ堂と彼の本名であるホヤンをもじったホレンギとしたモモランドブームブームバーン。ありがとうございます。